速報です。十四分街で強制ホローが突如発生、完成レベル3を突破。ホロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。十四分街に近づかないようお願いいたします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースで。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。市民の皆様、こちらは現在十四分街における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。ホロー災害の発生により捜査活動に影響が出ております。私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関賀組のメンバーで、どれも極めて危険なマスラオ、犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。いや、俺はニュース記者だ、聞こえるかこの様。てやる、すぐに足取り掴んでからな。こら、そうだ、徹底的に。そんで最後にはだ。記者さん、まだ状況を報告している最中です。どうか。でも、やがれ、関賀組のどもよく聞いとけ。ホローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。治安局の航空隊がすでに配置についてる。てめえら全員でからな。なあ、長官。窓だ、ニコの親分、窓から出られるぜ。でもあの下はホローで。仕方ない、とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれる、ビリー。楽勝、任せとけ。え、あ、弾かれた、丈夫そうね。あー、もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャトや。なぜ関賀組の縄張りで盗みを働く俺の兄弟たちが苦労して。くっ、研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって
急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。おめえらの命と引き換えにしてもいいんだぞ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ？噂よりイカれてるじゃない。お、待った、あれって閃光弾？そう、 GS2 型高ルーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。よかった、起きる時間よビリー。何？頼むから目閉じるなよ。シーズ、目がやっぱり抵抗を選ぶのか。これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくてあっちだよ。長官、こちらフクロウ4、正体不明の発光地点に到着しました。関ヶ組を発見。繰り返します、関ヶ組を発見。指示をお願いします。ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃ヘリコプターの注意を引くためだったのか。やっと気づいたの？ほらほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？くそ、じゃとやめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。お、なに、関ヶ組のを発見した？なに来てんだ長官。最大口径のやつを選べ。正義実行だ。フクロウ4、攻撃命令を確認。やば。後でクレームを出してやっからな。フォローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス、早速現れたわ。
鉄道、ホーム、電車の車両、よかった。ヘッドホンは無事みたい。こちらアンビー・デマラ、なんでも屋、ジャト屋の従業員。ある事故により、私は現在、強制フォローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティフォローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにフォロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にフォローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてフォローに入らないように、さもなくば。わあ、アンビーじゃねえか。よかった、お前もきっと無事だって信じ。うわあ、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう少しで切れるとこだったぞ。もう一人知能を持つ個体に遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前、俺だ、俺ビリーだって。昔ある調査員がフォローで人を模倣するエーテリアスに遭遇したことがある。調査員が偽の隊員をフォローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスをフォローに押し戻したおかげで危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはフォローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問、一番ディナーに誘いたい人は。あ、ディナー、そりゃあもちろん特撮ヒーロースターライトナイト。待った待った、刀を収めろ、ちゃんと言うから。深夜ドラマオーハニーのヒロインモニカ様。警戒解除。ビリーキッドと疑われる個体は本人であると断定。ビリーキッドと合流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。無事で何よりよビリー。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか、あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとね、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらないことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。ええ。
俺に任せとけ。アンビー、お前に会えてホッとしたぜ。ええ、私もよ。命中。おっと、危ねえ危ねえ。悪いな、個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。痛くねえようにせめて急所を狙ってやるよ。ん？やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ！集中して。あ、ボンミスだ、ボンミス。おい、あそこに誰かいるぞ。彼の足元に金庫がある。本当だ、ラッキー。わざわざ探す手間が省けたぜ。で、ちょっとアンビ、何する気だ。彼を捕らえて金庫を回収するの。いや、まずは様子を見てから。俺は殺す。やっぱりだ、エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。殺す。まっちゃならねえ。まだ抗う意志はあるみたい。無駄だ、エーテル結晶がすでに全身に広まってる。これじゃもう。消えろ。ダメだ。コアが現れた。まずい、もうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ。
つは手強そうだ。アンビ、構えろ。え。腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ。それでは重視分外の現場に戻ります。強制ホロー災害が発生した直後、近隣のマンションの高層階で爆発が起きました。報告によれば、違法暴力団関ヶ組に対する逮捕行動中、治安局および有志の市民たちが航空隊の武力をですが、この情報が入ってきた時点では関ヶ組の首領は逮捕されておらず、ホローに落ちた疑いがあるようです。現在爆発物処理部隊が現場へ向かっておりますので。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、緊急事態よ。ビリーとアンビー、それからあとプロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。こんにちは、ニコ。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。好きなだけからかってくれていいから。このお願い、伝説のプロ騎士パエトーン。今度は何をやらかしたの、ニコ。